皆さん、こんにちは。愛知県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏を見てお楽しみください。まずはじめに、アメリカのマーチ王ジョン・フィリップ・スーザによって作られた行進曲忠誠を演奏します。赤い服を着た私たち、フレッシュアイリスのフラッグ演技と合わせてお送りします。指揮は伊藤隊長です。どうぞお楽しみください。
次はぼよよん行進曲を演奏します。この曲は2006年4月に NHK お母さんと一緒で放送された曲です。その後も人気は続き、歌のお兄さんお姉さんが変わってからもずっと歌い続けられています。大変なことが起きた時、押しつぶされそうな時に前に進む勇気をくれる元気いっぱいの行進曲です。それではお楽しみください。次は大人気推理アニメ名探偵コナンのメインテーマを演奏します。アニメ名探偵コナンは放送開始から28年目を迎え、長きにわたり幅広い世代から親しまれ続けています。先月劇場版名探偵コナンの最新作も公開され、見に行った方もいらっしゃるのではないでしょうか。それでは名探偵コナンのメインテーマをお楽しみください。Thank you.
のメインテーマをお楽しみいただきました。次は懐かしの刑事ドラマの主題歌3曲をメドレーにしてお送りします。1曲目ははぐれ刑事純情派、2曲目は G メン75、3曲目は西部警察パート2です。どの曲も往年の名俳優が演じ大ヒットした刑事ドラマの曲で、イントロを聴けば何のドラマか分かるほどの名曲ばかりです。世代の方もそうでない方もどこか懐かしさを感じながら楽しめる曲となっています。それでは刑事ドラマメドレーをどうぞお楽しみください。次は塔の上のラプンツェルメドレーを演奏します。東京ディズニーシーでは来月塔の上のラプンツェルなどをモチーフとした新エリアが開業予定です。このメドレーは塔の上で暮らしていたラプンツェルが大泥棒との出会いをきっかけに外の世界へ旅立つ物語を表現しています。まるで映画を見ているかのように
ラプンツェルの世界観をたっぷりと感じてください。それでは塔の上のラプンツェルメドレーです。Thank you.
楽しみいただきました。次はド派手な金色の衣装で歌う松平健さんと、お仕事ダンサーズの賑やかなダンスが特徴的な松健サンバ2を演奏します。この曲は思わず踊り出したくなるような楽しくて明るいラテン調の曲です。お子さんから大人まで多くの人が知っている大人気の曲です。それでは松健サンバ2をお楽しみください。具体的な件数でいうとですね、愛知県内だけで、4月末までに、
5653件ということでですね、とってもたくさんの被害が発生してしまっています。なおかつですね、去年と比べてもですね、1割ぐらい増えてしまっているということでございまして、特に気になるのがですね、お家に入ってくる泥棒、お家に入ってくる泥棒、それと車を盗んでいく泥棒、自転車を盗んでいく泥棒、こういった泥棒の被害がですね、増えちゃってるんですね。ということで、皆さんにはですね、ぜひにそうした泥棒の被害に遭わないようにですね、お気をつけいただきたいなと思います。前に並んでいる4つの言葉、これですね、一般にご飯の4原則と言われているですね、泥棒が嫌うものを例としたものでございます。時間、光、音、地域の目ということでですね、例えば時間ですけれども、ドアにしっかり、ドアや窓を、外出するときしっかり鍵をかけていただいていると思います。鍵がかかっているとそう簡単には入ってこれない、時間がかかる、だから泥棒を諦めてよそのお家へ入ります。そんなことでですね、泥棒が嫌うものということでございます。なのでまずはある鍵はかけましょう。そして鍵もね、1個だけじゃなくて2個かけていただくとですね、効果的かなと思いますので、今はですね、自転車なんかでも鍵1個だけだとですね、持ってかれてしまうこともありますので、2つ鍵をかけていただくかとかですね、そういった防犯対策も進めていただきたいなというお願いでございます。光、泥棒、夜ね、暗い中で仕事をするのが好きですね。見つかっちゃったらね、捕まっちゃいます。泥棒も捕まりたくないので明るいところは嫌いということでですね、お家の周りを明るくしていただいたり、センサーライトみたいなものをつけていただいたりということでですね、対策をしていただきたい。そして音ですね、防犯ブザーですとか、あと防犯砂利っていったら音がジャリジャリ鳴る砂利あるじゃないですか。ああいうのをね、お家の周りに引いておくと、裏口から泥棒が入ろうとしてもジャリと音がして、泥棒がキュッと逃げていくね。そんなことで、音にも着目した対策っていうのをしていただきたいなということでございます。そして地域の目ですね。知らない人がね、来られた時には挨拶とかしていただいてるとですね、泥棒が下見に来た時に、こんにちはと言って声をかけられるとですね、とってもびっくりするらしいです、そうしたところはですね、やっぱり泥棒の被害にも遭いにくいということでございますので、そうした対策もですね、進めていただきたいな。そして、今ですね、大変問題になっておりますが、特殊詐欺をはじめとした、ごめんなさい、オレオレ詐欺をはじめとした特殊詐欺、本当に今いろんな手口のね、詐欺、が増えていますけれども、詐欺の多くはですね、お家の電話に、お家の固定電話にかかってきます。ですので、お家の電話機にもですね、鍵をかける、お家の電話機に鍵をかける回数、なんだそれっていうこと、これね、被害防止機能付きの電話機に書いていただく、これがですね、いわゆる電話機にかける鍵でございます。そうしたものがあればですね、直接詐欺の犯人と話さなくて済む。詐欺の犯人と喋っちゃうと相手プロなので、ポロッと騙されちゃう危険性があるんですね。ですので、そうした電話機の導入であったり、またね、最近ね、防犯カメラなんかもですね、安くて、機能の、充実したものが増えてまいりましたので、そうしたものも利用しながらですね、防犯対策一度、お見直しになっていただければと思います。来月になりますと年金の支給日も、あります。また夏になると、夏休み後はですね、泥棒の被害がやはり増える傾向にありますので、そうした時期的なものも踏まえてですね、どうぞ防犯対策一度見直しをお願いをいたします。ありがとうございます。それでは、なかなかと喋ってしまいまして申し訳ありませんでした。最後に赤い服を着た女性警察官のフレッシュアイズのパフォーマンスを2曲続けてお楽しみいただきたいと思います。曲はディズニー映画リロ&スティッチの主題歌アロハエクモマエとメイクハーマインの2曲です。どうぞ楽しみください。
がとうございました。この拍手真ん中へどうぞ、ね、取れるかな、ありがとうございました。これでね、あの愛知県警察音楽隊の演奏とパフォーマンスね終了とさせていただきますけれども、あのこれからね、あの暑い季節になってまいります。あの皆様方にはですね、どうかも、体調管理にお気をつけいただいてですね、熱中症なんかにね、あの十分注意していただくと合わせてですね、やはりあのね、窓を開ける機会も、ね、あの多くなってくるかなと思います。そうした時に、ね、戸締まりを忘れたりして泥棒の被害やなんかにも遭わないようにですね、一つ、気をつけて、安全安心な毎日をお過ごしいただきたいと思います。愛知県警察音楽隊の演奏とパフォーマンス、これで全て終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。もう本当に年齢に問わずたくさんの楽しませていただける曲をご用意いただき